この動画でデータ専用 SIM で一番リスクが小さいのはソネットのゼロ SIM じゃねっつう話をしたんだけれども、じゃあ音声 SIM はどうなのよと話をしたいんですが、非常に事情がね複雑なんですよね。このページにあるように、結論としては、実質的な最低利用期間が最も短いのは B モバイルだよと。とはいえ、じゃあ B モバイルが一番リスクが小さい音声 SIM なのかというと、リスク要因はこれだけじゃないのでね、当然月額料金の問題があるわけで、ざっと B モバイルを見てみましょう。おかわり SIM ってやつなんだね。5段階定額と。こんな風になってんだね。音声付きは1300円から2300円ということなんだ。で、最低利用期間と解約についてと、5ヶ月間だと。これはさっきのページ、ここで書いてる話と同じだね。5ヶ月に満たないで解約したら8000円だよと。それで MNP の手数料は3000円と。こういう感じなんで、それなりにリーズナブルではあると思うんですけれども、特別安いかというとそうでもないかな。それだったらね、1ヶ月長いこの辺をさ、 U モバイル、 OCN モバイル1、プララモバイル LTE、 ニフモ、この辺でもいいのかなというね、気がしないでもないよね。とりあえず大御所の OCN モバイル1を見てみますか。あ、そうなの？ OCN モバイル1ってまだこの仕様なんだ。ああ、そうなんだ。なんかね、新しいライバルが続々登場している現在、この仕様って古臭い感じがしちゃうんだよな。それであればまだ B モバイルの方がいいのかなっていう感じしちゃうね。ということなので、リスクの少ない SIM という観点では、B モバイルが最有力っていうことになっちゃうね。まあ、ただしね、違約金を払いたくないからという理由だけで B モバイルにしちゃうっていうのも、なんだか釈然としないんだよな。ということなんで、もう最低利用期間が1年ならばもう御の字と割り切っちゃって、ランキング1の楽天モバイルにしちゃうとか、月額料金が今一番安いはずのフリーテルにしちゃうと、のもありかもしれないな。